ふわっとこれが嫌なんかな、これが嫌なんかなって、うん、技が当たって死ぬっていうただ、うん、昨日柳井くんとやったんですけど、おお、うん、なんかこれされたら嫌なんじゃろうなっていうのはちょっと頭にはあるんですけど、おー、ただ、はい、うん、なんていうの、受け取る時がどこでその終わりなんかがわからんくて、あー、なるほどね。ちょっとじゃあとりあえずカスタムを作ってもらって、はいはい、確かにむずいよな、受けるときはこいつ。そう、そうなんですよね、なんか無敵技がないんで、まあ SA があるんですけど、うん、とか、まあどこでその一回攻めを終わらすかっていうのがわからんくて。なるほど、うん、シュートに木下教えてもらったんですけど、うん、引き台パンでしたっけ、ちょっとためで4フレ有利取るやつ、うんうん、あれ強いっすね、これね。あ、そう、それです、それです。で、暴れると、そう、これなんか相打ちから、そう、フラ8で、まあこれ今置き攻めは結構これはみんな目になってるね。ああ、なるほど、うん、これかなんか膝みたいなやつか、うん、ああ膝は、あ、そう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 、マイキー OK、 どっから。そうっすね、まあまあこれの対策はもう大丈夫。これは一応、うん、これか、あの SA あるときはこれで、うん、それ8だっけ、これ7っす、7ならまあ確定か、ないときはこっちっす、ね、そう、見てからそれができるといいんだけど、その止められたときに結構やばくて、それ。あ、そうっすね、うん、ちゃんと見ないと。え、これって、うん、出した瞬間これ確定なんすか。なんか出したらもう確定、何か出したら確定だよ。あ、確定なの。ぜ、全部に変える、OD なら。え、これダメっぽいっすよ。ん、いや、出せば確定だよ。あれ、マジっすか、俺が出してないだけなのかな。うん、絶対確定、必ず、すべての連携に勝ちます。いや、最速でやってもいけるってことですか。そう、最速で大丈夫。あ、最速の3段目に対してこれがいけるってことですよね。うっそ、え、それキャンセルしても不利だよね。え、そっちの、今さ、はい、ブレムメーターは自分だと。え、そのキャンセルってあるじゃん。キャンセル。ダンベルスの。うん、ダンベルス。これですか。そうです、やめる。うん、はい、やめる。それちょっとやってみて。はい、そうですよ。俺、そっちが前なのな。こっち前なのな。あ、じゃあダメなんだな、結局。まあ出すしかないんだね。あれ、今のタイミングのやつ、ランベルス抜けれんくないっすか、これ。いや、最速なら絶対抜ける。あ、ほんまや。リバされてれば 100% 抜ける。あ、なるほど。出すだ、出せないだけ。これも絶対抜けるし。あー。そう、両方抜けれるんで。あ、まあ他の技は基本出さない。まあこれとこれは基本的には使わないので。はい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 。うん。で、まあラッシュされたら時間停止で出ないから。あ、確かにそうっすね。そう。だから基本的には、まあ、打ってくるんだったらそれ出して。で、困ったらこのマイナス8に最大を返す。これマイナス8なんだけど、マイナス8だったら、そう、8をちゃんと返さないとダメ、ちゃんと、こう8をちゃんと返さないとダメなんだけど、ただこれ一応保険として、はい、足払い系から始められると最高。あー、なるほど。なぜなら、そうするとこのグラディウスために対して割り込んだ上で確定返せるから。あー、だから壊しとか、タッチ系、そいつなんて10なんだっけ、合わせ10っす、銃きついな。なんか足バレ、それでね、タッシュ系勝てるんだよね、これに。そいつのタッシュ系、下段攻撃というか、その判定が下にあるから、はい、上段アーマーに対して勝つっていう。ああ、はい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 。そうなんだけど、それダメだ。壊しカウンターからのコンボがあれば、一番いいのかな。なんかそう、タッチ、短いんだよな。中盤とかも無理だよね、多分ね。壊しタッチ中盤とか。何部取るのかな。プライチゴミっすね、ゴミっすね。コパンいいっすか。コパンはね、負けます。やっとるな、これは。そうだから、その発生の早い足払い系の技から反撃できるといいんだよね。あー、え、これ間何ボス、え、相手とか中継でもいいっすか。これでも8じゃなきゃダメか。中継は、なんだろう、中継はね、あ、中継も結構いいのかも。まあそうだね、中継一応読み合いで、中継からプライオンでタチコパンとか入ればいいんだけど、キッチーキッチーようできとんな、これ。きついな。あ、なるほど。まあ一応そうだから、だったら8最大回した方がいいね、しゃがみ中盤とか。はいはいはい、後
小中継かな。これね10なんですよ。ああ佐賀中華じゃ無理なんだ。佐賀中盤直接ランベルセかな。無料メダルがいいんじゃない。あそうですね。だったら8中盤ですね。8番これそう無料で無料メダル取って、読み合うんだったら多分一応最大リターン取った方がいいから、はい、なんかしゃがみ小判とか打たない方がいいなと俺は思ってるね。ここはなるほど、しゃがみ小判はだからこれとかに負けたりとかするから、あ気分で負けちゃうんだこうやって、はい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 、最大ダメにはそのしゃがみ小判パリーとか間に合ったりするんだけど、キャラによってはあしゃがみ小判打って、あ無理か、連キャンなら大丈夫か、まあ、キャラによるねこれは。あてかこれでいいんか、そうそれで勝てるんだけど、いやこれも気分に負けるからこれでそうだから完全的な対応じゃなくて、だったら壊しとか下段攻撃からいくのが絶対潰せるんで、試しても壊しなら勝てるし、まあ、気分で壊れてもそう壊しで発生勝ちしてれば大丈夫なんで、へえ結構ね、いやこれ結構気分なんだこっちの、よくやるんだ、なんか最大は微妙みたいな感じで試して打つみたいなの結構あるんで、いやマジビッグバとかその日の気分だろあれ絶対。ここは対策としてはそこはすごい重要。ただ止めないんだったらそいつは一応オーディランベースっていう回答が用意されてる。あまあまあ確かに。結構マシ。どっちかっていうと。ああなるほど。無敵技系って結構ここ実は気分ためとかでむしろやばいことになったりするから。あへえ。そいつはむしろその一個必殺技あるだけでそのキャンセル技に対しては絶対確定があるっていうのはもうめちゃくちゃ。いいところ、優秀しかもメダルだし、うんだこれはね序盤から狙った方がいい。もう一回止まってですよ、はい、あごめんなさい、あこれダメなんか、あノーマルはねダメだね、弱グラとかには絶対勝てないし、ああこれも裏の選択肢なんで、基本はまあ弱グラ最速が来る、弱グラディウスが最速が来る、はいはい、かこれを気分で貯めるみたいなパターン、で最大ダメが通ったら嬉しいみたいな感じでやるんで、あちょっとこれではどうですか、あそれもいいね、ただこれもだから気分なのよ、あーダメなんや、そうだから完全確定じゃなくて、しかもしゃがみ小判も、はい、そうだからその気分でやられちゃうから、確かに入れ込むのはありだね、入れ込むのはなしじゃない、あーなるほどこれ、うん、確かにしゃがみ小判 OD 入れ込みとかは結構リターン取れるからいいかも、止めに対してもね確定で、あまあそうっすね、うんだからこれも気分で負けるのか、あでも気分で負けたときドライブゲージ減ってるかどうかだね、減りそう、減りそうだな、うん、OD だったら多分あ余裕でクッソ痛いな、これだこれはねちょっとねそうむずいとこで、なるほどなるほど、まあだからここはまあおおむねジャックグラディウス最速か、はい、最大ためか、まあ気持ちでちょっとみたいな感じか、うん、とあとはまあ場合によってはラッシュ、あはい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 、いますけど OD あのランベルスに入力してれば出ないんで、うん、ここは大丈夫かなっていう、ここはまあでもそいつは対策は一応しやすい部類ではあると思うんで、そうですね待てるっすね、チューチューで止めた時と出し切りをちゃんとトレモで判断しながら練習すれば、ね、これできるんだったらそいつは割といいのかなという感じですかね、なるほどなるほど、これは最初の一手としてこれできるかどうかかなり大事なんで、そうっすね、うん、あとはレベル 2SA があるときはもう打ってもいい、あうん確かにまであるね、これ完全確定だから、そう完全確定、マイナス前の8でしたっけ、うんこれ8だから、これあそれはね やめた方がいい、やめた方がいい、これなぜなら ファランクスがジャンプ状態だから、あーなるほど、もしファランクス出たときになんかね1回負けてるのを見た、俺が対戦するときにこれやったらそうこうなんだよその投げ判定でこれジャンプ状態だから無理なんだよね、はい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 、引きつければ一応確定するんだけど、これもちょっと待ってから打てばいいんだけど、それは意味ないじゃん、うんないっすね、打ってにかくんないから、うん、だから基本的にはレベル2をあるならまあこれ勝ち格になる場合もあるんで、うん確かにそうっすね、まあ対策だね、集中なるほどなるほど、ここまず一つと、はい、あとまあこいつ相模コパンが連キャンしても4振りで割れる、ここ相打ちになります、あえ連キャンでも割れるんですかこれ、そうこれ結構重要で、しかも連キャンのせいでなぜかそのマリーダ側がパニッシュカウンターになって、はい、そっちが基本有利になる、プラになる、へえ知らんかった、これすごい重要な情報というか、ただこれねコアコパはダメなのよ、これはまた負けます、ああなるほど、なんだけどこういう高めのジャンプジャッケとかの後に、はい、結構こいつコバコバ打つんだ、発生が惜しいから、なるほど、しゃがみジャックパンチが4でこれ5なんで、はい、やばいってなった時は恒例を手癖で出るから、そこを押せると仕切り直しになるから結構重要だね、はあ、
ちょっともう一回やってもらっていいですか。はい、やります。ゴムなんですよ、ワンガードで。へえ、知らんかった。まあ、これは結構、あ、なるほど、順張りだった。まあ、うん、そんなに小箱はじゃあ使われるかっていうとそれなりなんだけども、はい、コパコパが結構多いけども、コパコパの場合もあるんで、そこに押せたら結構嬉しい、嬉しいポイント。そしたら次コパコパにしてくるのか、相手は。まあ、なんかそのコアコパの方がいい状況、まあ発生後なんだけど、コアコパの方がいい状況は結構やっぱり、はい、こいつのそのラッシュからの攻めって、まあ、こういうの結構見ると思うんだけど、あ、ありますね、ありますね、はい、とか、まあ、これとかなんだけど、はい、これね、ラッシュ立ち強盤から以外の投げは基本的に下がれます。え、そうなんだよ。でこれだけ下がれない、ラッシュ強盤からだけは下がれないけど、ここ下がれる。つまりここはこれやりたいところなんだけど、カービスするんだ。へえ、これ超重要なんで、基本的にこいつのラッシュ攻撃強盤がある人は下がった方がいいです。でこれコマ投げは発生がめっちゃ遅いのよ。はい、これその構えを取ってから投げてるんで、はい、合計8たす5だから13フレで出てるね。あ、なるほど。で間合いも、まあ、通常投げるよりちょっと広いんだけど、はい、だから基本的にこういう攻めは全部下がれます。へえ。でまあ、そしゃがみチューバー密着だとね、結構コアコパ当たるんだけど、はい、そう、タッシュ系このキャラね、中距離からのダメージソース、まあよく見ると思うんだけど、これなんですよね。あ、そうですね、それで大体置き攻めしてきますね。置き攻めもそうだし、その単純に中距離から入りたいですね。これがめちゃくちゃリターンがある、はい、うんうん、まあ、裏にだし、はい、まあ、当たった時に後ろ強パンってつながるんで、まあ、最大、あ、なるほど、はい、だからこれを対応するんだけど、こっからの攻め実は全部投げが届きません。じゃあもうかなり後ろ歩き安定ですね。これはそうだね。ただね、一応だからそのなんだろう、持続重ねみたいなのがこっからとか一応やろうともできるから、そうなった時にまあちょっと有利も広がって怪しくなる。あ、でも下がれるな、結構だから下がった方がいい気がするんだよね、こいつの攻め。後ろ受け身とかだったらなんかなおさらこういう攻めするのよく。あー、しますね、うん、へえ。まあこれラッシュ中キック埋めとラッシュ構え投げを基本としてますね、はい、みんな。あ、ラッシュ2中パンと、うん、ラッシュ中継が後ろ歩きできると、うん、そう。ただ、その2つは一応プラン2で近いんで、はい、ボタンを押すと多分掴めるかな。ボタンを押すと掴める、そう、暴れには。ああ、はい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 、なるほど。でこのラッシュしゃがみ中パンも深ければこうなる。なるほどなるほど、うん。まあこのラッシュガンチューバーは全然使われてないんだけど、一応強い理由としては、はい、ここ集中ガードされた時に、はい、あ、僕がガード、そう、これガードされた時にこのラッシュガンチューバーがレンガ、あのほぼレンガというか無敵型以外では割れなくて、で投げ前内にいけるんだ、はい、だからこれは結構、あ、なるほど、こういうとこは下がれるのか。そう、ここは、あ、今の下がれると思うよ。あ、下がれるんすか。これ完全密着だから、この当たり方するの多分これだけだな、こういう動きだけだと思う。まあ、あとこれか、これのカバーで飛ぶと、しゃがみ中は多分下がれない。だからそのラッシュからの、でこのしゃがみ中は発生8で、はい、で立ち受け11だから、はい、その密度としてはこのしゃがみ中の方が割り込まれづらいっていうのがあって、こういう連携を組むんだけど、その時のフォローとしてこういう。なるほど、うん。で生ラッシュの時が大体は生ラッシュ、大体まあ生ラッシュ中継がちょっとめり込んだ、でも実は距離が遠くてつかめませんよっていうのは結構重要かな、はい、へえ。結構ラッシュ中継使う人多いから。ただ一個重要なのは、ただこのラッシュ基盤、これもかなり強くて、あ、そ、強いですね、うん、フライチなんだけど投げ前内で下がれないっていう。いや、これは暴れた方がいい。そう、これはそう、暴れればいいんだけど、こう暴れたらこれがカウンターになるっていう。でもね、こいつね、小技の火力が低いのよ。はい、他のキャラと違って小技が当たってもこれはつまんないっす。この時は小技らしくはないのね。え、そうなんすね。うん、ない、ないと言っていい。へえ。だからまあここは暴れてもいいかもね。ああ、なるほど。このラッシュ強パンチの後は暴れてもいいかもしれない。暴れんかっても投げ回りないで噂もある。そう、まあ、ここは下がれないよってことね。うん、重要なのは投げを下がることはできないから、投げ抜けの絡みの動きになっちゃう。はいはいはい、はい、っていうのをちょっと注意した方がいい。まあ、コパンはまあ打つね、こういう動き。
またこの技はやっぱりリターンが当たった時のリターンがもう本当にすごいから、これちょっと触られちゃうともうあの致命的なダメージになっちゃうんで、食らっちゃいけない技なんでね。あ、よく見ますわこれ、めっちゃ減るなこれ。でまあラッシュ受けもこれも本当に食らったら、行きますね、これ。おつや的な。だいたい4000画面端みたいなパターンがほとんどだから。4000出るんすね。そのワシサタラのダメージが高いんで、これが1700だし。っていうのがあるんで、まあだからラッシュやっぱこれ辺引っかからないようにする。で、これ発生遅いんだ。発生受けは11、ドパンチが12なんで。はい、あ、じゃあ割と見て止めたいな。ちゃんと意識していったら止められるんじゃないかなと思うんだよな。あ、確かに。そう。でもまあこっちの狙いとしてはこれだよね。これらの技で触りに行きたい。で、これの対になってくるのが、まあ、さっき、マイチューパンチ。あ、これ強いっすね。これはむちゃくちゃ強い技で、まあ、まずヒット確認でバンを取れる。はい。っていうのと、まあ、カウンター以上だったらしゃがみコマが触って、まあ、このルートに、まあ、ほとんどの場合カウンターとかパニカン機体で打ってこれにつないで置き攻めをこれをするっていうのが、まあ、よくある見るパターンでね。そうですね、なんかシュートがめっちゃこれ使ってましたわ。いや、これはフレームも超優秀で、まず、まあ、ガードしてもらえばいいんだけど、はい、これマイナス3なんだけど投げ前以外、はい、基本的に投げ前以外になります。ああ、そうか。ということはジャストパリーですよね。ああ、そう、あ、そうっすね。あとはこれかな、当て目。ああ、まあよく見るパターンだよね、うん、これで触ってその後でうやむやにする、これ勝ちパターンで、触れた時にリターンもある。ああ、確かにそうですね、うん、もうリバーサルなんかこっちが、そうで相手がその投げ落としたら、まあこうこれですよ、よくあるのは後ろ下がりして相手がこっちですっていうのが、まあ、こいつの勝ちパターン。中距離で狙ってるのは基本的に前中パンチ。これ前中パンチ。上がるか下がるか、なんか垂直でもいいんかな。まあいろいろ手はあるだろうね。ただその投げ絡みの攻めに行きづらいのが強いとかね。こっち的にはまあパリとか当て身もすごいしやすい。っていうところだ。だけどだからその明確な対策じゃあるかっていうと、まあ、放置は確かに結構いいかも。相手がここで荒らしてくることは多いね。ジャストパリやオーディースクッも狙うことがすごく多くて、はいはいはい、4フレ暴れにはこれが基本全部勝つし、でここからまあ2択というか攻めがあるし、ジャストパリもとがめづらい、ちょっと歩き投げしなきゃいけないから、その歩き投げ読まれると後ろ下がりされて、まあ、最大リターン取られてしまう。はいはいはい、はい、こうマリザ側的には割といい状況。あ、そうか、マイナス3です。あ、そうか、で、パリーされると、もうこいつ小技パリーしたら基本的に最大が入っちゃうんで、やばこういう感じね、になるんで、まあ、ここは本当に強い動きだね。なるほど、まあ、この前中パンチと、まあ、立ち強パンチかな、これらを絡めた中距離戦を仕掛けてます。これ書いとこう。